こんにちは。時計、メガネ、アクセサリーのリコードでございます。今回ですね、三国志についてなんですけど、関羽と張飛についてちょっとお話ししたいと思います。私の感じたことでございます。昔読んだ本なんですよね。今が40年以上になると思うんですけどね、まあ、かなりこう本棚にね、ずっとこう昔読んだままでずっと入ったんですけどね、かなりこう色も褪せちゃって、こういう本でございますけど、ちょっと私なりにその感じたその人物像というのをちょっとお話したいと思います。まあ、三国志ってもうかなり長編の小説ですけどね、まあ、非常に古代中国の、まあ、いろんな魏豪蜀ってね、三国の、まあ、いろんな戦いの、まあ、いろんなねエピソードっていうか有名な言葉とかこの中いっぱい出てくるんですけどね、その中で私ね、関羽と張飛ってすごく人気あるんですよね。まあ、この本の中にもね、こういうふうにちょっと古びた本でね、こんなふうにもう赤ちゃけちゃってね、この中でこれはちょうどあれですよね、劉備玄徳と関羽と張飛で、この桃園の儀の、まあ、模様がこうかね、まあ、宴会開いてるところでね、そういう、まあ、とこなんですけど、まあ、一番こう、まあ、関羽と張飛、まあ、に絞っちゃうとね、関羽が非常に人格者であって、最も強い武将の一人なんですけど、その非常に文武両道で、まあ、本当に学問も、まあ、教師のようなこともやってましたんで、学問も、まあ、武道の方も優れてて、その学問もできる、また人格的にもその冷静沈着で、非常に思いやりのある、そういう、まあ、張飛とはちょっと対照的なタイプな、張飛はどちらかというとその、まあ、短気で、まあ、割と酒癖悪いんですよね。ね、ただ強い武将で、ある意味ではそのこういう、まあ、今のビジネスの世界でいうと、そのリスクを恐れないでその、まあ、盲信するっていうかね、そういうタイプなんですね。まあ、そういう意味でちょっとこう比較されるんですけど、この三国志の中ではね、結局ですね、関羽が張飛をこう、まあ、ある程度こうコントロールしてたって、暴走をある程度こうね、まあ、制御できたという関羽がいたおかげで、そういう見方もあると思うんですよね。そして今の例えばその関帝廟というのは例えばその関羽が亡くなってからもね、すごく非常に神のように祀られているようなとか、日本にもあるんですよね。横浜とか神戸とか、まあ、京都にもなんかあるとかですね、ね、広島なんかあっちもなんかあるらしいですけど、函館にも実はあるんですよ。関帝廟といって、そのなんか神社みたいなのがあるんですけどね、まあ、昔函館は、私北海道無理なんですけど、近くもないんですけど、何年間も十何年前ですかね、函館行った時行ったことあるんですけど、やっぱり関羽将軍がそこで祀られてるんですよね。それだけ後世になってもこうやって愛されてるというか、ある意味ではその模範の人格者というかね、そういう捉え方があるんですね。ですから私たちのこうビジネスの世界でも、その関羽のような、ある意味ではですね、その冷静沈着で、そのやっぱり常にこのいろんなことを学びながらですね、時代の流れに敏感にですね、この流されないというかね、ある意味じゃそういう とにかく学ぶ精神を私たちもこう、僕もですね、思うんですけど、忘れないで、こういう厳しい時代を乗り切っていきたいなと、そのように決意しておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。